皆さんこんにちは。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、3月の朝、お昼ですかね、10時50分を回ったところです。天気はですね、晴れてるんですけども、今真っ暗ですね。現在ですね、こちら14番の、頭皮の何て言ったらいいんですかね、頭皮畑と言ったらいいんでしょうか、植林をしたですね、畑の方に来てるんですが、頭皮の方がですねかなり大きくなってまして、今これ林の中にいるんですけども、もうすごい量の頭皮ですね。これはすごいですよね。いやー、樹海ですね、これね。ちょっとかなり植えたんで、今ようやく外に出てきましたね。で、この画面左側ですね、この左側、こちらの左側はもともとあった、雑木林で、こっちの方が植林をした、頭皮の、林というか森というかですね。で、植林したのがですね、確かね2年ぐらい前の6月だったと思います。ちょっと正確には覚えてないんですが、なので、今3月なので2年とちょっとぐらいですかね、経過したのが。で、コメント欄で教えていただいた情報によると、だいたい2年ぐらいで、大きくなりますよという情報をいただいてるんですが、今現在2年少し経ったので、情報によるとこれが、一番大きな状態ではないかと思います。ちょっと空からも見てみましょうかね。ちょっと見にくいんですけど、これが私ですね。いやー、だいぶ大きくなりましたね、でもね。はい、もう身長をはるかに超えるような高さになってます。ちょっと画面に全部映らないですかね。ちょっと、広すぎて、多すぎてちょっと映らないですね。こんな感じで、綺麗に、植わってるんですが、これ、枝打ちとか全く何もやってないんですけども、大丈夫なんでしょうかね。通常林業であれば、これ、枝をですね、間引いて、太陽の光が入るようにするんですけども、いいんでしょうね。で、ちょっと木の情報をですね見ていきましょうかね。はい、これ、右下の方に木の情報があります。種類が頭皮ですね。で、長さが 25.5 メーターということになってます。すると、これが一番マックスの高さなのかなというところですね。こちらに生えてる雑木林の、これも頭皮ですね。これ見ていただくと、頭皮、右下の方に 25.5 メーターという情報が出てますね。おそらくこれがもう目いっぱい。これはもうずっと生えてるわけですから、もうこれ以上大きくなることはないと思うんですよね。なので、これがもう目いっぱいの長さなんじゃないかと思います。多くだと 17.1 メーター。少しずつ長さが変わってくるんでしょうかね。これ、イタリアカラマツ、ごめんなさい、イタリアカサマツか。だと8メーターということですね。頭皮は結構高くなるということでしょうかね。はい、ということなので、もうちょっと様子は見ましょうかね。次回あたり、6月で3年になるのかな。だからそれまでちょっと見て 25.5 メーターが、変わっていなければ、そこで一旦伐採をすると。いう感じにしましょうかね。いや、これ結構大変かもしれませんね。まあまあ、でも頑張ってやっていきましょう。はい、そしたらですね、今日は何をしようかというところですが、今3月なんですけども、3月はブドウの作付けができる、季節ですね。下の方に行くと、これか、ブドウ作付け期が、3月、4月、5月になりますので、前回じゃないかな、先日、言ってた、ブドウ畑の拡張をですね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、そしたらですね、今、これで9番ですね、9番の畑のブドウ畑にやってきました。9番のブドウ畑はですね、今ここですね、この部分。マップでいう、これ北西ですね。北西の部分でちょっとブドウを育ててまして、でその横の方ですね、このすぐまあ近くなんですが、ここにシリアル工場をですね、まあ建てましたので、ここですね。まあここでシリアルをまあ製造している状況ですね。で、今日ちょっとね、シリアルの売却もしようかなと思ってますので、まあ、これだけシリアル出来上がってきてますね。まあ、出荷を待ってる状況ですね。で、こちらの方に、ブドウ工場がありますので、まあ、こちらの方でシリアルの原料になるレーズンを、製造するという流れになってますね。で、ブドウの方がですね、今こちらにある、まあ、株ですね、今2468列ですかね。で、これね、だいたい1列、まあ、行って帰ってきて、で、この収穫機のタンクが、まあ、満タン、まあ、だいたい 80% から 90% ぐらいになるように植えてます。そうすると、これ1回往復して、ここで、ブドウ工場に供給して、で、また、こちらの方から、収穫に行くという、そういう流れですね。まあ、それを繰り返していくような、そういう感じにしてます。途中でね、タンクが満タンになったりすると、ちょっと悲惨なので、まあ、そのようにちょっと植えてます。で、今日は、これですね、今8列あるんですが、この8列分をですね、複写するような感じで、こちら側に、植えようかなと思います。で、植えるときにですね、ちょっとまあ、これも先日ちょっとご紹介した、こちらの散布機ですね。まあ、これ肥料を散布する車両なんですが、これが、真ん中を通れるようにしていきたいなと思ってまして、これね、肥料散布機、まあ、肥料散布の時に、こいつでやるとですね、一気に、散布ができるんですね。なので、すごく効率がいいので、それはちょっと今後もやっていきたいなと思ってまして、要はこいつがここを通るように、まあ、できればギリギリのラインを攻めたいなと思ってるんですが、やろうかなと思います。まず、こちらの方に、散布機ですね。散布機を当てまして、で、まあ、大体の距離感を、まあ、取ってですね。で、こちら側に一旦置いてですね、こちらにトラクターが、まあ、あるので、このトラクターをですね、ちょっと目印代わりに使おうかなと思います。そうですね、このトラクターをこの横に置いて、まあ、これのどうでしょうね、左側のタイヤあたり、これね、意外ともうちょっと開けた方がいいかもしれないな。これぐらいでいきましょうか。どうですか、これぐらい。もうちょっと余裕持った方がいいのかな。これでこのトラクターのところに、ブドウの株を、植えれば、ちょうどいいのかなという感じですかね。このトラクターの、できたら画面の左側のタイヤぐらいですかね。おっとっとっと。これね、やっぱりね、向こう側がちょっと高いんでしょうね。ということで、一回当たりをつけておいて、今度反対側行きましょう。よし、これでいこう。で、反対側を同じように当てまして、こんな感じでいいかな。はい、こんな感じでいきましょうかね。で、このタイヤの外側を植えるような感じに、したいので、これぐらいいきましょうかね。よし。で、建築で、生産かな。で、果樹園の、ブドウですね。ブドウのつるですね。はい。で、これを、この辺から始めたらいいかな。ちょっともう今回広めに取っとこう。あ、これでいったかな。これでいったっぽい。よしよし。ただ、この時点でもう通れないんじゃないかっていう、あれもあるな。もうちょっと右にする？この辺でいこう。よし。これで、ここの、トラクターのタイヤですね。右側のタイヤでいいのかな？ちょうどこの辺なんだけど、これ、他のアイテムに接触してしまいますね。あ、これいけんだ。これでいきましょうか。あれ？ダメなんだ。じゃあこの辺で一回行ってきましょうかね。もうちょっとわかんない。よし、これでいこう。で、試しましょう。通れるか。さっきは通れなかったんですが、今度はどうでしょうか。あー、いけますね、いけますね。よし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 。これで、ちょっと一回、向こうまで行ってみましょうか。どうせなんで。あー、いけますね。完璧、完璧ですね、これね。作戦成功ですね。よし、これで一旦閉じましょう。ちょっとね、上からだとダメなので、もう一回下の方に戻りまして、で、あと7列植えたらいいのかな。で、長さがですね、ちょっと足りないのかな、どうかな。あ、次長くしたらいいか。じゃあちょっと植えましょうかね。ちょっとね、継ぎ足したいんで、ここに、果樹園。からこのぐらいでいいかな。だいたい長い方、もうちょっと長くてもいいんだけどな。いいや、ここで。はい、ここで OK ですね。はい、で今度は、これねブドウの場合ってこのつるをつけるときに結構ね当たりがあるんですよ。これねオリーブはねなかったと思うんですけど、ブドウはねこういう当たりがつけられるんで、まあ、そこで、まあ、きちっとこう止まったところが一番理想の場所じゃないかなと思います。で、今度は、さっき長くしたっけ？短い、長い。もうちょっと長めに出しましょうかね。はい。あ、アイテムの接触してますな。なんだよ。次3列目ですね。3列目もこれ当たりが取れないんだ。じゃあ一旦同じ長さで全部、植えてしまって、で後で調整しましょうかね、長さは。そうしないとうまく取れないのかな。あれこれでもここまで行くと道路に出ちゃうな。しょうがない。次からちょっと短くしましょうかね。これで今4。こっちはもうちょっと長くできるんだね。これでここはちょっと短くしないといけないんで。この辺でいきましょうか。もうちょっと短くしないといけないな。ここでいいか。でその分こっちの方を長くするという感じにしましょうかね。こんな感じで、これで246で、こっちが2468ですから、あと2列か。あと2列。これで最後ですね。もうちょっと長さこんな感じでいきましょうか。ちょっと長さ調整したいね。ああこれでもどうなんだろうな。あ、これ後で微調整はしましょうかね。今ちょっとやると一回ちょっと試したい。はい、これで今2、4の8、まあ8列ずつが、植え終わりましたね。ちょっと最後に散布してどんな感じかちょっと見ましょうか。これ一番上に上げないといけないですね。でちょっと先に畑の情報だけ見ておくと、あれこれも収穫量ボーナスあるな。肥料散布済みがでも 0% ですね。肥料散布済みが 0%。まあ、すき込みが必要ですよって書いてますね。でこっちの方はすき込みもしてるんで、すき込みしてくださいっていうのはないですね。で肥料を1回撒いたのか。だから今 50%。でこっちの方は、肥料がなんか、まちまちですね。まあ、もともと畑、まあでも一回畑じゃなくしたからな。この辺 0% ですね。まあ 0% のところがどれぐらい、まあ 50% になるかどうか、ちょっと見ましょうかね。はい、じゃあ、散布スタートしましょうか。液体肥料ですね、これ。よし、じゃあ行きましょう。あれ、いきなり引っかかった。これはちょっとオートクルーズで行きましょうか。いきなり今1個目引っかかりましたね。あれちょっと改善の余地ありですね。ああ、でも順調じゃないですか、これ。今のところ止まってないですね、一回もね。あ、非常にいいですね、これね。これ素晴らしくないですか、これ。うん、いいですね。あ、ちょっとトラクターが邪魔だな、これ。まあ、ここで一旦終了ですね。あ、トラクターいけた。なるほど。上すり抜けましたね。よし。じゃあ一旦閉じまして。ここすごい眺めがいいんですよね。遠くまで見えるんですよ。これね、私の拠点がここなんですよ。で、ここに、大きな湖があるんですが、まあ、その周りに、まあ、牛飼ったりとか、馬飼ったりしてるね。まあ、そういう感じの、あれですね、これ。で、ここが一番大きな農地ですね。で、これがオリーブ畑。で、ここが、今度はここキャノーラを作付けしようかなってしてますね。これ白いのは、石灰撒いてるから白いのかな。はい。ああ、いいですね、眺めがね。で、一応これ、肥料1回終わった状況ですね。あれこれ散布が93になってるな。こっち側は肥料があったってことかな。ああ、もう100%。ああ、この辺は50ですね。だこの辺が1回撒いたと。いうことですので、まあ、もう一回撒けば 100% になるので、今度は芽が出たら、もう一回撒きましょうかね。で、こっちの方はもう2回撒いた。あ、そうか、これ、芽が出てから撒かないと、パーセンテージ上がらないんだからな。うん、だから、芽が出たら、もう一回これ、撒くようにしましょうかね。はい。これでブドウの収穫量が、まあ、単純に倍になる、まあ、予定なので、まあ、これでレーズンの量もだいぶ増えてシリアルが、まあ、順調に製造できればいいかなと思います。で、場合によってはもっと足りないよということであればもう少しこっちの方農地余ってるんで、まあ、もう少し、まあでも、これぐらいでいいかな、ぶどうは。まあもうちょっと様子を見て考えましょうかね。はい、それではですね、今からシリアルの出荷をやっていきたいと思います。まずじゃあシリアルの情報をちょっと見ましょうかね。シリアルが、これじゃない、こっちか。これですね。まあ、売れるのが、農夫の庭とスーパーマーケットということですね。スーパーマーケットは私が持ってる、施設になりますので、まあ、そちらの方に売ろうと思います。で、今、売却価格が4864ですね。結構高値になってますかね。で、去年の実績でいくと、4750が、一番高く売れた、まあ、金額ですね。で、まあ、3月ぐらいが一番高値になるだろうということで、まあ、今3月なので、まあ、売却しようということですね。はい。じゃあ、やっていきましょうかね。まずは、まあ、これフォークリフト持ってきて、でこの隣にあるのが、スーパーマーケットになるので、ちょっとね、出荷の準備してるんで、ちょっとこれ先にこいつを売りましょうかね。このフォークリフトであれば、だいたい4つ、運べるのかな。これそうですよね。ただね、あんまり持ちすぎると、跳ねられてしまいますので、ちょっと注意がいるんですが、あれこれ入らないな。ちょっとね、フリクがあるんでしょうね、多分。よし、これで入りましたね。で、わら。これね、ちょっと無理かな。いけるか。いけ。あ、いけましたね。いけ。ちょっと、不格好ですけど。あれ？売れない。あれ？売れないな。なんでだろう。これよくわからないな。当たりの部分がね。なんか当たり判定がやっぱりちょっとあるんで、そこに行かないと、まあ、売ってくれないということですね。はい、今売れましたね。ちょっと全部でいくらで売れたかわかんなかったな。まあ、4つ売りましたね。で、あとはこれも同じで、出荷の準備をしているやつですね。あ、行きましたね。これをこうやって、あー、無理か。ちょっと無理か。おかしいな。前回やった時は、おおおかしいな。これ4つ持てたんですけどね。ちょっともう無理かな、4つは。はい、それでは、今シリアルの出荷が終わりました。ちょっと工場の情報をちょっと見ましょうかね。ですね、蜂蜜が、まあ、ほぼ満タンあって、レーズンも、まあ、それなりにあって、で、大紬、トウモロコシがちょっと少ないということですね。で、シリアルは、年間を通すと、やっぱり3月、ですかね、売れるのが年1回かなと思います。で、今、トウモロコシと大紬が少し少なかったので、ちょっとトラックでですね、今、まあ、材料をですね、ちょっと持ってきてるんで、これ、前のトレーラーが大紬ですね。で、後ろがトウモロコシになります。ちょっとじゃあ、こちら供給していきましょうかね。まあ、大紬とトウモロコシある程度ストックしてたので、まだもうちょい持つんですけど、多分まあ時期なくなると思いますので、まあ、ここの周りですね。今こちら、この辺りが工場なんで、でこの前この5番買って、6番もともとあって、でこの5、6に今大紬を作付けしましたので。まあそのうちこの4番も買って、まあ、この辺りで大紬と、トウモロコシの栽培を順次、やっていこうかなと思ってます。後部。このトレーラーですね、まあ、違う種類の作物運べるんで、まあ、こういう2種類の作物をこう運ぶときとかには非常に便利ですね。1回で済むんで、なんならこれもう1個連結できるっぽいんですけど、その場合3種類運べるってことですかね、ここにもう1個ね。ただね、めちゃくちゃ運転難しいと思いますね。これね2つだけでもかなり難しいんですけど、まあ、3つになったらもう前進しかできないでしょうね多分。はい、これで、供給は終了ですね。じゃあ、工場の一回見ましょうかね。はい、これでトウモロコシほぼ満タンになって、オーツ麦もまあそれなりにあって、蜂蜜レーズンということですね。で、これね、蜂蜜とレーズンは1しかいらないんですね。オーツ麦とトウモロコシは2いるんで、まあ倍減っていくということで、まあそれでなくなりのペースも早いということですかね。蜂蜜がちょっと、まあ、かなりたくさん取れてるんでしょうね。それがちょっと、まあ、もったいないのかもしれませんけど、まあ、いいでしょう。というところで、今日は終わりましょうかね。で今日は、まあ、こちらのブドウのですね、畑の、まあ、拡張工事を、まあ、行いましたので、まあ、次回からブドウの生産量が、まあ、上がってくると。いうのに非常に期待しております。はい、そしたらですね、今日はこの辺りで、お別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。